どこかに出口があるはずよ。どうやら上に何かの装置があるみたいだぞ。ねえ、はしごがある。私届くと思う。肩車してよ。よし、登んな。おい、お前意外と重いんだな。届くか。見たところ古い巻き上げ機のようね。ロープがある。あなたのところまで下ろすわ。あら、トンネルだわ。ここから出られるわよ。どうした？落ち着け、エディ。俺だよ。一体何なんだこれは。てめえ見てねえのか。やべえ、来るな、やめろ。囲まれた。おい、なんだこれは。殺される。俺たちの終わりだ。やめろ。死ねえ、マディパタト。エディ、こっちに来い。マジかよ。ネイト、今だから言っておく。てめえだけモテるのが。俺はずっと綺麗だった。俺もだよ、相棒。ぶっ放そうぜ。そっちの方に何が起きてんの。いいから、そのロープを早く下げろ。急げ。そんな。
ばいぞやばいぞやばいぞ。こっちよ。行け、早く走れ。なんなのあの化け物。わからない、全然無事か。ネイト大丈夫、これでもう来ないだろう。ネイト、なんだ。ここ何の部屋。さあな。行け、なるほど、ジャングルに U ボートがあったわけだ。ネイト来てよ、これ見て。見つけたんだ。蔵を空っぽにしたのはこいつらだったんだ。でもこの修道院のマークは何。さあな、一体どういうことだ。今ここに像があるなら、マジかよ、俺たちの足元だ。これが使えれば下に行けるんじゃない。ここの大家さん電気代滞納してんじゃないか。役立たず。とりあえずこの発電室に行ければ電気をつけられるはずだな。ここから出る方法を見つけよう。おい、何してる、何してんだ。ここから出られる。賢い。まあね。よし行こう。ごめん、私は行かないわ。なんだって。ネイト、私には無理よ。化け物が迫ってるのに置いていけるか。仕方ないじゃない。行って電気をつけてここへ戻ってきて、そしたら私も一緒に逃げられるから行って。すぐに戻ってくる。